駆けずり回るスカイリムパート14、やっていきましょう。だから危険を承知で進みなさい。超音のアミュレットで、大学は一発入学です。そうよね。その通りだと思う。さて、前回は、悪のネクロマンサーを、巨弱さんがやっつけました。正義のネクロマンサーはバレンジアの石を手に入れ、めでたしめでたし。今回は、大学周りの石を、ごそっと回収していきます。なお、大学クエストは、バッサリ行かせてもらいます。過去のシリーズで、そこそこ遊びましたからね。宿舎を案内されいの。ジジイの魔法を防ぎいの。サールザルに向かいの。ゾンビ倒しいの。トロールに殺されかけいの。殺しいの。なんやかんやありまして。サールザルに着きましたが、ジジイと野良猫その他が、ちんたらしているようです。街中以外の待機は、禁止していますので、近辺にあるバレンジアの石を、取りに行きましょうか。一つは、サールザルから西の、ホブのフォール洞窟です。大量の魔術師と、アンデッドがいまして、ニック・キリッチも、多数すれ違いました。とはいえ、透明化で全スルーできますので、楽勝だな。石を取ったらスタコラさっさなので、ここはこんなもんです。実力突破をするなら、雪とばりの聖域並みの、戦いが必要でしょう。今回は尺の都合上、これでさようならです。発見されますが、出口まで脱出すれば、どうということはありませんでしたとさ。レベルも20代後半、召喚スキルも、なかなか熟してまいりました。中でも、人骨をまとめて、スケルトンを操ることができるようになっております。スケルトン製作パークを取ることで、各地に祭壇が出現します。その祭壇で、11種類の人骨を捧げることで、スケルトンを生み出せまして、スケルトンのレベルは私の半分、そして、同時に操れるのは、私の間近を50で割った、整数部分の値となります。要するに、最大で5体ほどです。装備品などでのブーストは計算外でして、基礎間近が1000ポイントあれば、最大20体、ということになります。この祭壇を、いつでもどこでも、1日1回呼べるパークもあるので、骨まみれな旅をしても良いでしょう。また、1体分の部品を捧げることで、すでに製作したスケルトンの、能力をアップさせることもできます。初期のスケルトンは、ドラウグルウォーカーといい勝負の強さです。スカージやデスロードには、とてもかなわないので、数で圧倒するか、1個体の質を上げるかして、対抗することになります。現在はリフト地方の祭壇にいます。他に、ソリチュード、マルカルス、ウィンドヘルムにそれぞれ1つずつあります。じゃ、うじゃうじゃ言っていないで、早速召喚してみましょう。佐々木助三郎、いでよ。お、これでいいのかな？お祈りポーズの解除は、もう一度ボタンを押さないといけないみたいです。ほほう、こやー。弱そう。まま、所詮スケルトンですからね。群れを組めば、なんとかなるでしょう。なお、パークの取得で、明治タイプも制作できます。はじめは、属性がランダムのようですが、そのうち属性も任意で選べるようになります。うんうん、必要最小限の個性が、しっかり出ていますね。そして、このスケルトン召喚は、最大召喚数に、カウントされません。つまり、この状態で、さらに2体3体と、精霊を呼べるってわけです。んじゃ、そろそろジジイと野良猫のところへ、行きましょう。今さら、無能サイジックのお説教を聞くこともないでしょう。今回は、スケルトンコンビの強さを、さらっと確認するだけです。スカージ相手でどこまで戦えるのか、検証しようと思ったのですが、アグレッシブジジイか、やたらと出しゃばりさんなので、実際のところ、スケジロウとスケミの強さは、よくわかりません。というより、ぐっと打たれ弱い。スカージ相手に、あっさり膝をつく始末。祭壇で強化をしていないと、こんなものなのかもしれません。
人骨は、生きている人間か、スケルトンを倒すことで、ランダムで手に入ります。スケサブローたちがやられてしまうと、また集め直しです。それを防ぐために、やられた時に、パーツが手元に還元されるパークもあるので、本格的にスケルトン軍団を結成するならば、そのパークを取ってから、ということになると思います。そうは言っても、祭壇でスケルトンを作ると、召喚スキルの経験値が、もりっともらえます。スケサブローに用事がなくとも、レベル目当てで骨を集めるのも、いいかもしれません。結局のところ、高いレベルになった状態では、実用的なスケルトン軍団の制作は、かなり大変です。従える分のスケルトンの部品に加えて、強化用の部品も必要なので、例えば今の私の、助けとなるレベルならば、10セットほど、骨が欲しいところです。たったの110個でいいので、序盤からコツコツ集めれば、大丈夫ですね。骨なだけに、コツコツ集めれば。骨なだけに、コツコツ。そんなこんなで、サールザルは処理しておきました。これで、影の薄いアークメイジ居住区に、行けるようになります。今回も、大学施設の拡充モッドを入れています。バレンジアの石以外も、いろいろ頂戴していくつもりです。これで15個目です。やったぜ。ついでに、アークメイジのローブも失敬しましょう。売ってよし、身につけてよし、魔術師にとっては優秀な装備ですね。早速試着。こりゃあすごい、とまでは言いませんが、かなり魅力的な性能です。汎用性はあるのですが、フードと胴体部分の一体型なので、場合によっては、少々扱いづらいかもしれません。そんなこんなで、大学周りはスーパーダイジェストでおしまいです。あとは、密展にちょっと用事。拳などで頑張ったスカイリムで紹介した、魔術師装備のレシピブックがあるので、取りに行きます。場所は、精霊の鋳造器具がある、小部屋の手前です。氷の魔術師装備が、これで作れるようになりますって。じゃ作りましょう。作りました。奇術の装備なので、今更感もありますが、霊気を操るヴァンパイアとして、破壊魔法のレベルを、上げていきたいのじゃ。一応、それなりにエンチャントもしていますが、前のナイチンゲールの時と、そう変わりません。申し訳程度の破壊コスト削減、人並みの間近自然回復を、施しているくらいですね。なんやかんやありまして、他の石はごそっと集めておきました。見どころが行方不明になってしまいましたので、やむを得ない。最後の石は、ソリチュードの、自宅内です。入場料として、25,000ゴールドかかります。地獄だね。用が終わりなら、失勢のファルクファイアビアードを通してくださる？石を取るための家を買うための権利を得るためのクエストを受けるためのおっさんがこちら。ドラゴンブリッジの問題か？正直に言って放っておこうかと思っていたんだ。バルニュースはよく言ってもちょっと神経質なところがあるからな。ウルフスカル洞窟の近くで奇妙な出来事が報告されている。旅人が消える、変わった光が見えるとな。おそらく野生の動物か、はたまた山賊のせいだと思うんだが。ということで、家を買う権利を得るためウルフスカル洞窟をお掃除します。このクエストを最後に持ってきたのは、相手がスカイリム1の大使用術師ボテマだからです。使用術の使い手である巨弱さんがどこまで太刀打ちできるのか、いわば強さの検定試験のようなものです。これをこなせば、晴れて一人前のネクロマンサーを名乗ってもいいんじゃないかな。洞窟前には入り待ちするゾンビがいますが、どうということはない。名もなき傭兵と小競り合ってくれているので、戦うまでもないでしょう。あれ、なんかこのゾンビ、おかしくないですか？攻撃されているってのに、体力がどんどん回復しています。よく見たら、名前がドレッドゾンビになっていますね。あのおっさんも、かなりの使い手なのだと思いますが、一向にダメージを与えられていません。トロール以上の、超再生能力を持った、上位ゾンビだと思われます。
おっさんが勝てないんじゃ、私が勝てるわけないね。洞窟内は、正常な難易度を保っていると、信じましょう。レベル30ほどで、ドレッドゾンビが紛れ出すようなら、こんなにきついことはないです。七種のドラウグルが、愛くるしくさえ思えてきますよ。さて、改めて、この洞窟について、触れておきますか。ここは、かつてソリチュードの女帝だった、ボテマの魂が、漂っています。厳密には、ボテマの魂をしもべにしようと目論む、ネクロマンサーの集団が、居ついていると言うべきでしょうか。何はともあれ、使用術師とドラウグルにまみれた、なかなか手強いダンジョンです。この段階では、ボテマは魂でしかないので、ネクロマンサーどもを殺害して、ボテマ復活の儀式を、止めればそれで良いようです。まったく、自分たちよりはるかに強力な存在を、従えようなんて、正気の沙汰じゃないね。特地では言いつつ、右手は正直なのであったとさ。この先、どんな敵がいるかわからない以上、使える死体は、どんどんリサイクルしなきゃね。死体の奪い合いみたいな、ぐっそひどい戦いですが、今しばらくお付き合いくださいませ。次は落とし穴と、アンデッド数体が、いるはずですが。ドラウグル何がしと、ゾンビ何がしです。スカージ相手だと、霊気魔法ではかなり分が悪い。一応、左手の霊凍コンペイトーは、霊気耐性を無視して、ダメージを与えられます。が、その反面、基礎威力が低めに設定されているので、要塞シールをペタッとして、ひるみのハメ技を、併用せざるを得ないね。案の定、使えない死体は、スカージにやすやす突破される、低たらく。実は今回から、一切のポーションも、禁止しています。なので、魔法の無駄打ちは厳禁です。そして、今回のように、ガバガバな間近管理をしてしまったらば、いっそ逃げてしまうのも、仕方ないね。たまたま穴に落ちたように見えますが、これは戦略的撤退です。上のスカージは、自分から降りてきませんからね。ゾンビさえ処理してしまえば、ここでお別れできるってもんです。それじゃ、上で死体が頑張っている間に、進みましょう。深い縦穴と、ロード画面を挟んだので、スカージはさすがに追ってこないでしょ。久しぶりです。あばばばば、これはまずいですよ。いかん、本格的によろしくない。気づかれては逃げ、気づかれては逃げの繰り返し。儀式どころじゃありません。立ち止まったら死んでしまいます。マグロ状態の私に一体何ができるというの。そうよ、この世界に戻して。アンジを我らの声により召喚し、清き者の血が汝を縛る。狼の女王よ。グーム、登れぬか。もはや安全地帯などない。儀式の祭壇区画までこのまま切り込み、術者たちを手早く抹殺する。これしか私が生き残る道はありません。間近は残り半分。火力不足は敵に補ってもらいましょう。こういう時に輝くナイチンゲールの口実。お客さんに定量のある巨弱さん、塔の縁に立って、敵の攻撃をかわす作戦だ。せこい、あまりにもせこい。使用術のコンセプトをガン無視して、なんとか同士打ちで、術者が死ぬことを、ひたすら祈るのであった。しかしながら、たぶらかすことができたのは、どうやら一人だけの様子。このままでは、裏切り者が早々に粛清されて、全勢力が、牙むいちゃいました、みたいな結末になりかねません。頑張れ、ハゲのおっさん頑張れ。激高タイム終わっちゃったわ。使えねえハゲだな。アホ、バカ、すっとこどっこい、来世もハゲに生まれろ。破れかぶれになりつつ、魔法を連発する、敗北者の典型的なパターンですね。私の感想ですが、まあ、
頑張った方じゃない？なわけでテイク2。開幕スカージに、お尻を切られそうになるので、透明化しつつ、ショートカットルートで、追跡を振り切りましょう。あとは、儀式の塔を登り、ナイチンゲールの口実で、術者を同士打ちさせ、手早く勝利、これだな。は。完全に丸出しな術者もいるんですが、動画が削除されないことを祈りつつ、ラウンド2、はい。塔の頂上は、上り階段が一つだけでして、階段の反対側に位置取れば、お尻をズブッといかれる心配はなくなります。魔法はバンバン飛んできますが、これだけの敵相手には、ここがベスポジでしょう。必殺のコンペイトをヒルにコンボで、とにかく数を減らすのじゃ。使用術は厄介ですね。一瞬とはいえ、コンボを抜け出してきやがります。早々にハゲを凍らせて、ボス格の一人を対処しませんと。そう思ったところで、マジか切れ。ドラウグルの増援も来ちゃったもんだから、こりゃどうしようもないね。まな板の恋、祭壇の巨弱さん、あとはミルナリアクナリ、好きにしてね。謎ステップでの抵抗も、もはやここまで。多勢に無勢、破壊魔法だけでは、どうにもならないことが、これでよくわかりました。ならば召喚か、と思ったそこのあなた、ブッブー。そんな安直な戦術は、弱者の特権よ。巨弱さんのような、正面突破を苦手とするヴァンパイアは、第三の道を行くのです。裸のお姉さんではなく、このレバーをご覧ください。このレバーは、本来クリアした後の、ショートカット用です。その先の塔は、吊り橋以外から侵入できません。その橋を、レイズボール、防壁形成魔法で塞げば、1対1を実現できるというわけです。まさか裸のお姉さんが来るとは、思ってなかったので、結果だけお見せします。レイズボールで壁を作るには、毎秒、10ポイントほどのマジカが必要です。その上で、敵と対マンでやり合うなんて、現実的ではないと、もっと早く気づくべきでした。ああ、まだ時間かかりそうですかねー。吹っ飛ばされてズルズル滑ると、高低差なしでも死んじゃうのでした。恥じらいもなく、弱者の特権である、召喚魔法に、頼ることに。多分、雪とばりの聖域で拾ったんだと思いますが、この洞窟の入り口にいた、あのクッソタフなドレッドゾンビを、召喚できるようです。どれもラチャンポンは禁止したが、こっちはまだ禁止していない。という理屈で、何のためらいもなく、贅沢にも4体召喚する、卑劣な振る舞いを、お送りしております。この不死身じみたゾンビが、4体もいれば、デスロードだろうとスカージだろうと、怖くないもんね。でも攻撃面に関しては、ちょっぴりおとなしめのようなので、私も参加しましょ。これらのゾンビ召喚魔法は、リッチを倒すことでしか、覚えられません。なので、実力で勝ち取った強さであると、あえて言っておきましょう。実力とは一体、うごごごごごご。そんな気分になりつつ、テイク6か7です。ドレッドゾンビもいることですし、もう楽楽でしょう。透明化もここまで節約できたので、最も効果的な配置についてから、口実を使いたいところです。ふむ、どうやらハゲのおっさんが、一番後ろのようです。かなり有利な状況なので、激光を試したくなっちゃいます。おばさんには聞かず、おっさんには聞いたみたいですね。やっぱり、頭の防御力が低いからなんでしょうか。ともあれ、これで勝負はつきましたね。あとは、中年同士の殴り合いに、ちょくちょく油を注ぐだけの、簡単なお仕事です。あれ、クエスト、クリアしちゃいましたね。定かではありませんが、先ほどすれ違った裸のお姉さんが、画面外のドレッドゾンビに、恥ずかしめられた、ということなんでしょうか。気の抜ける終わり方ですが、死ぬよりはマシですね。せめてこの二人だけは、始末していきましょう。変性魔法、サルンの檻を、変えるようになっていました。
人間タイプの敵を一定時間檻にしまっちゃうというかなり強力な魔法です。お前に襲ってしまうと敵の行動をかなり制限できるのでくっそ便利である。一方檻に阻まれてこちらの攻撃がうまく当たらないこともしばしば。剣はまだいいですが魔法系だと打率3割といったところです。そしてドラウグルやその他の敵は檻にしまっちゃえません。万能ではない性能がまた子憎たらしく考えさせてくれるいいバランス調整になっていると思います。じゃま、今回はこんなところで、次回は自宅購入とポテマヨとの直接対決を予定しております。私とポテマヨどっちが美味しいか世紀の B 級グルメ対決頑張っていきましょう。ご視聴ありがとうございました。